おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭ガ人よしひとですえ。本日の放送は、女性英語コンサルタント、ちょっと綺麗め仕様がいかりです。初書籍、ファイブアイズ・イングリッシュを一人でも多くの人に届けたく、9月末までクラウドファンディング初挑戦中です。ビジネスが学べるカモファンディングを作ってくださったカモさん、大好きです。という、カオリンの提供でお送りいたします。カオリンありがとうございます。大好きです。 えー、お知らせが1個あります。話し方の学校入学体験講座ですね。えー、東京で2回あります。9月25日土曜日11時からと、10月2日の、えー、土曜日11時からです。これね、会場での参加とズーム参加が選べるので、実は、 え10月9日に開校する大阪校を検討される方もぜひぜひえ、別にこれ東京でやってますけど、ズーム参加全国ずつうらうら参加できますので、えこちらの入学体験講座9月25日と10月2日どちらか参加して、10月9日からの大阪校の、えー、参加も全然可能になっておりますので、検討してみてください。さて今日はですね、 えー、僕最近地方杖っていう話めっちゃしてるんですよ。やっぱり地方っていうのは、例えばメディアの使い方とかも、ちょっと頑張ったら使いやすいんですね。まあうちのあのカモビズのメンバーの、例えばひとしまんとかもラーメン屋さんなんですけど、テレビバンバン入ったりとか、あとは長太郎といってですね、えー、うちのオンラインサロンのカモビズの、えー、今ベーシックインカムといって、えー、っと、あの、みんなで育ててる人がいるんですよ。 長々が大好きな長太郎ももう2回テレビに出ていて地元の新聞にもバンバン載ってるんですねまあこれって東京だったら起きてないかもしれないでも地方だから起きているパブリシティ PR のすごくうまくいってる例ですねうちのかみさん鴨もあきさんの病でやれという本もやっぱり 河北新報といって宮城県で一番発行物数の多い新聞にカラーで取り上げられていてそして石巻地元石巻の書店ではもうね山積みになってるんですよ直木賞作家よりも手前にありましたからねっていうふうにこれ地方じゃないと起きない有利さ、えー、地方の強さがいっぱいあるんですで今日は 東京通営っていう話をしようと思ってます。えー、これはですね、アメリカの調査会社、スタートアップゲノム社が調べている、スタートアップが育ちやすい都市ランキングっていうのがあります。で、これどんな評価になっているかっていうと、6項目です。えー、パフォーマンス、業績、ファンディング、資金調達のしやすさ、コネクテッドネス、接続性、マーケットリーチ、市場のリーチ、市場の強さですね。それから、ナレッジ、 人材と、6項目なんですけど、まず2020年と、えそして出たばかりの2021年のランキング発表します。えー、2020年1位、シリコンバレー、アメリカ。2位、ニューヨーク、アメリカ。えー、同点2位で、ロンドン、イギリス。4位、北京、中国。えー、5位、ボストン、アメリカ。えー、6位、テア、テルアビブエルサレム、えー、イスラエル。 えー、同点6位、ロサンゼルス、アメリカ。8位、上海、中国。9位、シアトル、アメリカ。10位、ストックホルム、スウェーデン。11位、ワシントン DC、アメリカ。12位、アムステルダム、オランダ。13位、シカゴ、アメリカ。そして15位に、東京、日本が入りました。えー、これ実は2019年は、東京は、 えー、ランク外でした。30位以下はランク外になるんですけどね。えー、全く端にも棒にもかかってなかった、えー、初めての日本の都市東京が、もうなんと15位まで一気に入ったってことなんですよ。むちゃくちゃスタートアップがしやすい街になってきてるんですね。えー、さらに言うと、2020年。2020年のランクはつい最近出たんですよ。えー、10位まで発表します。えー、1位シリコンバレー。 2位、ロンドン。同点2位でニューヨーク。4位、北京。5位、ボストン。6位、ロサンゼルス。7位、テルワビュー。8位、上海。もうほとんど不動ですよ、この辺。そしてなんと9位に、東京が入ったんですよ。10位、シアトルですからね。すごいことなんですよ。これぐらい東京っていうのは今、スタートアップ企業が、 活躍しやすくなっているってことを私たちは知ってるでしょうかってことですよ。ねえ、特に2021年ってコロナ禍だったわけですよね。そんな中、スタートアップが活躍しやすくなっているってすごいことじゃないですか。 え特に、えー、伸びたのは資金調達が10点満点中9位まで上がってるんですよだから今東京っていうのはむちゃくちゃスタートアップした時に資金調達がしやすくなってるんですよこのコロナ禍の中すごいことですよねそれから、えー、っと技術者や理系人材が豊富だという人材の項目も10点中9点すごいですよね それからユニコーン企業の数や国内マーケットのサイズを表すのが、えー、と8点ですよ前年度3点だったんですよ、ね、え要はマーケットリーチ3点から8点まで上がっているって多分、ね、これ日本だけなんですよこんなに大きく改善しているのってすごいことですよねあと低いのはコネクテッドネスっていう、まあ、地域のネットワークの充実度が低いただこれだけなんですよ そういうふうに考えると、東京が地域のネットワークを広げれば、世界の5位以内に入る可能性があると、日本政府も睨んでいます。日本政府、むちゃくちゃ今力入れてるんですよ。そしてね、これ、東京だけじゃないんですよ。今、日本政府は、スタートアップの支援のために、日本以外に、大阪、京都、福岡に、どんどん、えっ、ー、と、支援体制の整備をして、 なんならアメリカの代表的なベンチャーキャピタル、セコイアキャピタルっていうのが日本のマーケットに入ってバンバン資金調達しやすくしてるんですね。ちょっと極端な言い方です。東京を次のシリコンバレーにしようとしている。さらに言うと大阪、京都、福岡もその潮流、波が来てるってことです。先ほど言った資金調達なども含めたスタートアップ企業が活躍しやすい企業ランキングにアメリカや中国のように日本の 都市ががババンバン入っってててくるる未来来もう来てるよってことです。今日僕が言いたいのは単なるランキングの話ではないし単なる今言った東京大阪京都福岡だけの話じゃないですいいですか地方強え、さらに日本の都市大都市強えなんですよつまり今日言いたいのは日本って強いんですよむちゃくちゃビジネスやりやすいんですよスタートアップ企業活躍しやすいんですよ あとはコネクテッドなんですよつまり地域や都市の中での連携が強くなればもっともっと活躍できる会社いっぱい生まれるよってことですでこのコネクテッドネスっていうのの一番難しいところは単にベンチャーキャピタルの1社や日本政府内閣府を力入れただけでは改善できないってことです ちょっと曖昧な言葉にはなりますがここは文化ですもうね雰囲気なんですよトーンなんですよ気持ちなんですよ感情なんですよやっぱり誰かが成功しようとしてるのを足を引っ張るという気質が街を育てていない原因に唯一なっているそれ以外の条件揃ってるんです人材いる資金集まってる、えー、もう内閣も むちゃくちゃゃく協力的アメリカの企業も資金を持ってこよ用としてくれてる後押ししてくれてる後足りないのは我々のマインドなんですよ雰囲気なんですよもうここを知ってほしいんですもう今日は東京の話ではないです都会の話でもないですあなたの街のあなたの心の話なんですよもうコロナだから無理だって思っちゃダメなんですよ今日本はここから 経済的にも精神的にも環境的にも良い街づくりができるっていう雰囲気が足りないだけなんですよ。条件はあるってことです。いいですか、皆さん。マスコミが流す、ちょっと、えー、っと、視聴率が上がるような、週刊誌が、販売部数が上がるような、 ネガティブな情報に流されないでくださいっていう話をしています。今日ちょっと熱くなってきています。頑張ろうよ。やろうよ。挑戦しましょうよ。今私たちはまたさらなる元気な日本を作れる状況に経済的になってきてるということだけ忘れずに一人一人が 協力し合って盛り上げていく雰囲気を作っていきましょう。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの。いいねー。えー、僕はビジネスのオンラインサロンカモビズメンバーにむちゃくちゃ頑張ってもらって日本経済に発展に貢献します。